はい、おはようございます。今年もよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。まずイントロからですね。いきます。おやつですね。まずは僕の弾き方ですけど、5弦の5、5、5、5で4弦の7、5、3とおります。で、また5、3で、上の弦の7、下の3、5、3、上の弦の7、5、4、5。これが前半ですね。3、7、3、5、3、7、5、4、5。これいろんなポジションで弾けると思うんですけど、こことか、5弦の6、8フレット、あとこれ5フレットだから開放で、4弦の開放からこういう風に。でも僕はここが一番弾きやすかったのでここにしました。で、後半がここから、7には上がります。4弦の7で下がっていくと、5、3、上の弦の7、4で歌に入りますね。前奏はこんな感じです。ゆっくりやってみると、歌に入って、っていうコードばっかりになりますね。 D マイナーから C で、 B フラット、 F、 G マイナーかなで、 A、 こういう感じです。B メロは B フラット F の繰り返しで、ここからこの2弦と3弦の3フレットで、3弦を0にします。で、3弦を1フレットで、2フレットになります。で、最後はこの形なんですけど、この3弦の、先じゃない、2弦の3フレットの小指が、こっちにも下がるんですよ、最後に。タイミング的には、こういう感じ。3-3-3-3-2-2-2-2って感じですね。B メロをゆっくりやると、また A メロの頭からいきます。で、 B メロ、で、今ここはサビの前なんですけど、ここだけまたさっきとちょっとタイミングが違って。
さっきは、のタイミングでした。でもサビ前は、で最後の1音だけ22に戻りますね。でで で, 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 でサビいきます。Dm F Gm A でダラララタタはどうやったかな。多分僕はね、5弦の5-3、上の弦の6-5と弾きましたね。5-3-6-5。最後の6弦5フレットの時に A を弾きます。でもう一回繰り返し、でサビの最後は感じですね。だからさっきのとこも弾いてもいいかもしれないですね。5弦だけを使ってで弾いてもいいかもしれないです。5-3-0 5-3-0じゃない5-3-1-0で1から0にハンマリングじゃなくてプリングオフで上の弦の3-1-0、こういう感じ。それで、そうですね、同じようなことをパワーコードでやります。この5弦の5と下の弦の7で2フレット下がって、もう2フレット下がる、もしくはここ6弦の6フレット下の弦の8-6-7-8で最後は A です。これですね、サビのラストが、おだいですね。おいで、またあれですね、感想という感想じゃないよ。ギターソロいくんかな。ギターは繰り返しだから。次ギターソロですね。一回もう一回同じことを繰り返してギターソロいきます。こやつ、まずはこの、まあ、一応説明します。じゃあ3弦の7、下の弦の6-5と押さえて、と弾きますね。3-1-2-3-1-2-3。次の1-2-3の時に小指で1弦の8フレット押さえて、で、離す。こんな感じ。最後にもう一回1-2弦と弾きます。3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2。おいで、1弦から6-5。上の弦の8-6。で次は、1弦の5フレットから降りてきます。5で上の弦の8-6-5。で次が2弦の8から8-6-5、上の弦の7
で次は2弦の6フレットから降りて、上の弦までいかないですね。2弦の6、5をこのまんま上の弦の5ですね。で7、下の弦の5、6、ちょっと複雑ですけどこういう感じ。これか、3弦の7から下の弦の568でいきますね。で、この次は一番ギターソロのラストの速いところ、最後はこのピッキングハーモニクッシングみたいな、1弦の5から下がっていきますよね。一緒、同じように。同じことをしますね、前半と。それを早く弾くだけで、最後が上の弦じゃない3弦の7フレットの最後がこの6フレットに降りるって感じ。5 8 6 5 8 6 5 7 6で、ここの時にピッキングハーモニクス、こういう感じですね。で、こういう感じで、ほいでまたで、ギターソロが終わってからまた A メロに戻りますね。で、B メロはミュートになります。で、この次のこれは一緒です。サビ、アウトロはイントロと一緒ですね。イントロの後半か、後半というか2つのパートの最後のやつだけ。で、最後は Dm7th で、 Dm の小指を離すやつ。で、終わりって感じです。今回もありがとうございました。この曲はめちゃめちゃかっこいいので、ぜひ聴けるようになったら教えてください。ありがとうございました。